今日のお昼ある大きな結結婚婚式がが開かかれれたたののをご存知ででししょううホテルリゾート企業の統合が結婚という形で発表されました大江戸温泉物語、そしてゆかりリゾート、まあ、価格帯やサービスが似ているということで、長年ライバル関係にあった2つの企業が統合したわけなんですね。温泉ソムリエとして、そしてあと火曜日のコーナー、お得ハンターとして、両方訪れたことがある温泉好きの私もかなり気になるニュースでございます。 この2つの企業の統合で、私たちのお財布への効果、効能は期待ででできるのでしょうかプレゼンです大江戸温泉物語と、ゆかえリゾートは、2024年11月1日にブランドを統合することを決定いたたししました長らくライバル関係にあった東西の温泉宿チェーン。 温泉旅行の活性化を目指すとして先ほど経営統合を発表しました東日本に強みを持つ大江戸温泉物語北陸や関西など西日本を中心に展開するかいリゾート両者とも温泉旅行を手軽に楽しめる宿を歌い集客していましたが統合の背景には 日本人の旅行者数の減少があると話します旅行回数が減少している要因は物価高による節約志向や誘い合いを含めた旅行習慣の意欲低下が影響していると考えられます旅行文化が希薄化する恐れがあるのではないでしょうか社長としてはここまでこう育んできた愉快リゾートという名前が一つなくなってしまうというところで寂しさとかお気持ちとしては まあ、感情的にはああなくなっちゃうんだなっていうのは確かにありますだけどもやっぱ今後のねやっぱりこう一緒になってやるその運営していく可能性の高さというものの方が、まあ、あのすごくワクワクするというか来月から全国66施設を大江戸温泉物語に統一効率化とコストカットを図り食事内容の強化や施設のリニューアルを進めたいとしています すでに両者とも宿ごとに特色を打ち出し客の要望に応えようとしています大江戸温泉物語はホテルでゆったり過ごすことを目的とした高級路線も展開プレミアムシリーズの宿は温泉を楽しめるのはもちろん宿でのサービスが充実していますなんと皆さんびっくりこれ アルコールも含めたドリンクが滞在期間中飲み放題なんですロビーでも飲めるし天気がいいとは外のデッでも飲んでいいですね思いながらいいね最高やんか伸びすぎ最高やねこれもう口に含みたいなんて思わない飲みきみたい一方ゆかいリゾートはファミリー層を取り込む施設を充実 キッズルームを設置している宿もこのキッズルームがあるっていうの聞いてたんで最悪雨降ってもええかなと思ってバイキングでは地元の食材やご当地メニューが楽しめます統合後はこの食事により力を入れていくと話しますやはり温泉と食事 そしして,てなしの心、まだまだ今から旅行したいっていう方々にもしっかり支持をいただけるように我々もあの今に満足せず3世代で楽しめるようなコンテンツをご用意してお待ちしております。東西の横綱が手を組んだことに旅行アナリストの鳥海航太郎さんは。特に今回、西日本の宿が、 大、えー、江戸温泉物語という名前になることによって、まあ、東京など首都圏からの新たな集客というのが見込める例えばキャンペーンなんかが、えー、多く出てくる可能性もあるかもしれないですしこの後統合のメリットや温泉宿の未来を温泉ソムリエの大吉アナウンサーがプレゼンします はい今日は楽しいお話でございます、温泉シーズンがやってくるということで、大江戸温泉物語と湯飼リゾートが統合、一体どうなるのか、さらに温泉ソムリエおすすめの関西の温泉、<laughs> 国内旅行のトレンドと課題ということで、再来週は3連休もありますし、まもなくカニシーズンもやってくるので、うん、いい湯を求めて旅行される方も増えるんではないでしょうか。うん、では見ていきましょう まずライバル関係がタッグということで、関東方面に強く37施設で展開する大江戸温泉物語、そして西日本方面に強く29施設で展開するゆかえリゾート、この2つがタッグを組むことになりました。 結婚という形でそれが発表されましたけれども、スタジオの皆さんは、まあ、ロケなども含め、行かれたことがあるという方、いらっしゃいます、丸田先生、ありますかお江戸温泉物語のお台場にあった時に行ったことありますけど、はい、ただ、今、お台場にもないし、千葉県の浦安もなくなってしまったので、身近ではないですけど、よくご存知で、はい、お台場に大江戸温泉物語ができたとき、大変なお題になりましたけれど、はい、今、な、はい、くなってしまいました。うん そんな2つなんですが、夕食、朝食、ビュッフェ、1泊1人1万数千円前後という価格設定です。うん、ファミリー層や、最近はシニアの団体などにも人気が出てきているということで、まあ、よく似てるんですね、うん、ただです、ね、この2つ、統合すると、例えば平日だと1万円を切る、そんなプランも展開していくということで、うん、消費者、利用者にとっては嬉しいことも多いのかもしれません。うんそして 計66施設になるわけなんですが、うんうん、大江戸温泉物語ゆかいリゾート、2つひっつき、名前は大江戸温泉物語に統一ということで、別に西日本に強いゆかいリゾートでもよかったんじゃないのと私は思うんですけれどもこれだからね、関西人相手にしてるんじゃなくて、多分ね、中国人とか相手にしてるんですよ、うん、は,これは 合理性があってゆかいリゾートっていうのはあれは湯っていうのはね中国語だとねスープって意味なんですよああああああ貝は早いだから早いスープのリゾートってよく分かんないでしょだけど江戸とかは中国人は分かるし温泉も分かりますからそうするとまたインバウンドが増えてちょっと嫌だな私はインバウンド嫌いなんでもしかしたら海外の人には分かりやすいネーミングなのかもしれませんさらにこのカジュアル温泉宿統合の背景 旅行する人がいなくなることの懸念ということで先ほど記者会見でも語られていましたけれども皆さん、日本に住む人の国内旅行者が減っていること。 少ししし驚いいてらっしゃいましたね、うん、実際、データで見てみると、日本に住む人の国内旅行者数なんですが、2019年、ロ、ま、ナ、あ、前ですね、1億6400万人いたのが、2024年、1億4500万人ということで、11.4%も減っているということなんです。な,すなので、そこをしっかり再び増やしていこう、そしてそこをしっかり獲得していこうという狙いが、この統合の背景にはあるのかもしれません。さらに 航空旅行アナリストの鳥海さんに聞きました統合の狙い、自社のホームページから予約につなげたいんだということを鳥海さんはおっしゃってたんですが、まあ、いろんなメリット、デメリットもあると思うんですが、旅行サイトだとポイントがたまったり、うんうん、毎回住所や支払い方法を入力しなくてよかったりという手間が省ける、一方で、宿によっては、最低金額保証と謳っていて、うんうん、直接取ってくれたら、絶対これが一番安いですよとアピールしている宿もありますが、うんうん、旅行 予約サイトというのは宿側がその宿泊予約サイトに手数料10%から20%ーーだから成り立ってるんですね、<laughs> 旅行サイトは。でも宿からするとやっぱり自分のところで直接取ってくれるとその10%、20%違うお金に回せるんだよとブランド力が高まり全国から直接予約してもらうと収益アップ、サービス向上へつながっていくのではないかということを鳥海さんはおっしゃっていました。そして やっぱり東京では海外の人も知っているブランド、それが大江戸温泉物語ということで、うん、武田さんからも少しあった通り、関西に訪れるインバウンドのお客さんも増えてくるのかもしれません、温泉ブランドとしては星野リゾートと競合していく可能性もあるのではと、現状、星野リゾートとは武田さん、価格帯は全然違うんですが、すねうん、もしかしたらそういうところと肩を並べてくるようなラインナップも出るかもしれあとやっぱり、そうやって統合していかないと、多分生き残れないってことでしょ、うん、だからそれもあってやってるんでしょうね。うん そうなのかもしれませんね、うん、で鳥海さんはですねじゃあ今後どうなっていくのかというと、大江戸温泉リゾートの中にも、ちょっとリッチなラインというのがあるんです、うん、例えば、タオや大江戸温泉物語プレミアムとか、一方で、今まで通り、低価格なラインナップもある、うん、そこが二極化していき、選択肢がはっきりと増えていくんじゃないか、うん、続いてのポイントですが、まあ、再来週3連休もあります、温泉ソムリエおすすめ関西の温泉ということで、お伝えしてまいります。はい 私、昼はアナウンサー、<laughs> <え>週末は温泉ソムリエとして活動してるんですけども、ね、ちゃらちゃらしてるね、ちゃらちゃらしてますほぼ何も身につけてないのに、ちゃらちゃらしてるって、もう本質がちゃらちゃらしてるて、民間資格なんですけれども、この温泉ソムリエという資格を持っていると、成分で各温泉の特徴が、まあ、少し理解ができるので、皆さんにお伝えできたり、効率的な入浴方法も提案できます、例えば、うん、味じゃないのねの、飲んで味が分かるとかじゃないのあワインみたいに、<う>違います、飲んで温泉、これ何せん、それかなり難しいぞ <laughs> 温泉に入って期待できる効果というのはお伝えすることができるんですあ、うん、まあだから例えばその九州なんかいくつもの温泉を回るような温泉街もありますけれども肌の表面をきれいに洗浄してくれるような効果が期待できる温泉と保湿力の高い温泉があればじゃあそっちから先に入った方が効率がいいよねとかまあそういったことを提案ができる、えー、でなのでいくつかのポイントで今日はご紹介していきますので皆さん週末や3連休の参考にしていただければと思います今日ポイント3つです関西のおすすめ温泉地、うんうん、京都のスー で飲んでないんです、すう、ね、温泉、あと兵庫の450円で楽しめる超本格温泉、さらに和歌山の美肌温泉、湯上がりの楽しみもポイントですということで、まずすう温泉、参りましょう、京都にある不動温泉という場所なんですが、うん、京都市の左京区の北白川にあります。 比叡山に行くバスに乗って JR 京都駅から訪れることができるんですが<ー>ラドンを含んでいる船室で<ー>ラドンというのは温泉にラドンが含まれていると空気中に散逸するんですね。ね<ー>その空気中に散逸したラドンを吸うと 細胞が活性化される新陳代謝が促されると言われているのでぜひ丸田先生ここに入った時は深呼吸をしながら温泉を楽しんでいただきたいと思います万病の湯と温泉ストムリの間では言われていますここね建物もすごい重い向きがあっていいよねここ温泉もいいんですけども大広間があってそこに茶舞台がいくつも用意されてて昔ながらのなんか本当にスタジオジブリに出てきそうな今日のあなたの茶舞台はこれですよって指定されるんですねでそこでビール飲んだりあのそうめん食べたり また温泉入って、また戻ってきて寝たりとか、皆さん結構昼寝したり、温泉入ったり、食事したり、すごく楽しい、リラックスできる温泉なので、ぜひチェックしてみたい,いただきたいと思います。そしてて続いて 川田さん知ってるから温泉六道結構あのいわゆるなんか銭湯みたいなあそこ、めちゃくちゃ有名な温泉なんですよ、神戸市の灘区にあるめちゃくちゃ有名な名湯なんですが、住宅街の中にあって一見銭湯に見えるんです、450円っていう値段も安いですよねただですね。 炭酸たっぷりの源泉かけ流しの温泉ということで、うん、あの一番のポイントは、この奥にある源泉と呼ばれる湯船なんですが、あんまり暑くないんですよ、ちょうどいいぐらいの温度なんですが、ここはあの源泉かけ流しで、下水も加温もろ過もされてないんですね、<ー>なので源泉がずっと流されているので、とっても綺麗な源泉そのものに浸かることが。<laughs> でできるんです、えーえー、本当に生の温泉ですね、えー、であの炭酸たっぷりの温泉というのは不要な角質を取ってくれるという働きがあるんですが、えー、皆さん、ここに来られると源泉かぶりというコーナーがあって誰も使ってない源泉をかぶることができるんですねなので温泉に浸かった後に最後は温泉で綺麗な温泉で体を流して出られるいい JR の駅からも近いので、うん、すぐにでも、うん、今日にでも4者、うん、テレビ終わってからでもお近くの方いけるかもしれません。そして最後 和歌山県岩佐町の二の丸温泉、こちらはですね、<う> p h 10を誇る強アルカリ性美肌の湯ということで、うん、と p h 7.5とか、pH って成分表に書いてるんですが、うんうん、あれが7.5以上だと弱アルカリ性なんですが、うん、何が期待できるかというと、毛穴の汚れを取ってくれたり、皮脂を洗い流してくれたり、乳化してくれたり、そういったことが期待できるので、うん、温泉ソムリエの間では、美肌の湯と呼ばれています、ね。 丸田先生やっぱり女性は温泉お好きですか、美肌のとかそうですね、あとあの上がった後のしっとり感とかね、はい、やっぱたまらないっていう人多いですよね、うん、この PH10 ぐらいになると、お湯自体もとろっとしてて、うん、本当に上がった後にきゅっきゅっと肌がね。 でこれ場所がよくて山田川という川が目の前を流れていて <laughs> いいねね川のせせらぎ聞きながら、まあ、森林浴と温浴を同時にできるようなめっちゃいいやん水風呂もあるんですが地下水でございます<ー>、えー、湯上がりの楽しみ実は人気ラーメン店ストライク県が併設されている <laughs>、えー、ストライク県は全国にファンを持つ有名ラーメン店大阪のラーメン屋さんなんですがそれが併設されています。そそここでででで特別なラーメンを食べるるとができるんですがきんす湯のして紀州鴨で スープがれいまめっちゃうそなここだけです、それは。で、これ、ちょっと見えにくいんですが、鳴門が温泉マーク当だ。可愛らしいでしょ、なので、名湯に使って、そこから名店へ行くという、しっかりとやっぱり、岩佐の醤油うゆ、紀ガ鴨でスープが取られていて、また大阪のストライク園とはちょっと違うのかなと、僕もラーメンあまり詳しくないんですが、とても美味しかったです、やっぱり皆さん、このね、鳴門の、この温泉マークの鳴門が可愛いので、写真撮ってたりなんかして。 この辺り、まあ、週末にでもフラッと行けるような場所だと思うので、でね、ぜひ参考にしていただきたいと思います、うん、そしてもう一つなんですけれども、うん、国内旅行のトレンドと課題というところも見ていきましょう。うん 再び鳥海さんですが、国内旅行のトレンド、うん、今、やっぱりよく聞きません、うん、オールインクルーシブ、うんはい、うもう追加でお金を払わなくていいということで、うんはい、おすすめは、大江戸温泉物語の田親島という、三重県にある宿泊施設なんですが、うん、ここはもちろん、朝食も夕食もビュッフェスタイルなんですけれども、うん、武田さん、なんと、夕食時はアルコールも全部飲み放題。すす、うん、すごいじゃないいいじゃなななな全部含んんんでででくくらっっててね結構そそに高ことうよ 旅行行ってビール一杯ごとにどん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 飲んで、チェックアウトのときにお会計、高く請求される、それを気にしなくていい、なんなら朝食のスパークリングワインも無料とか、全部入ってるというのが、わかりやすいわ、はい、鳥海さんはいいよとおっしゃってました、そして課題の部分ですね、やっぱり人件費高騰しています、海外から来られる観光客も増えています、宿泊価格が今もう、どこ行っても高い、宿泊価格高騰していくと、やっぱり旅行しにくくなるんだけれども、鳥海さんのおすすめとしては 例えば閑散期などを上手にインターネットを使って探していきましょうと、うんうね、京都は例えば秋の紅葉春の桜はい、はい、ここは大勢の人が来ていろんなものの値段が上がりますが2月は閑散期と言われていたりもしますよねそう,、はい、そういう時に宿が少しいつもより安くなっている可能性もあります情報収集しながらキャンペーンしている宿を選ぶというのも鳥海さんのポイントとして話していましたなので旅行サイトなどから この期間は北陸キャンペーンしてますとか、この期間は四国キャンペーンしてます、こういったものもいっぱいあるので、利用してみてくださいということでした。以上およしプレゼンでした